皆さんこんにちは、ムーンスケです。今回の動画は信長の野望新生最強兄弟ランキングベスト8をやっていきたいと思います。なお新生 PK に登場している武将のみでランキング作っております。また父親が同じなら異母兄弟は含みます。ただし養子は含みません。実の兄弟のみにしております。さあどんな兄弟たちがランクインしてるんでしょうか。早速見ていきたいと思います。まずは第8位真田幸隆のご子息たちです。一人目は幸隆の長男真田信綱。武田24将の一人で常に先鋒を務めた豪遊の侍大将。二人目は幸隆の次男真田昌輝。兄と共に武田24将に数えられ、共に長篠の戦いにて散った名将。三人目は幸隆の三男真田昌幸。表裏卑怯の者と評され、徳川軍を2度も打ち破った希代の豪将。最後は幸隆の四男真田信忠。徳川真田間の外交や調略も行っていた大阪の人後86歳まで生きた長命武将。いきなり豪華な真田の4兄弟がランクインいたしました。このランキングでは登場する兄弟の数が非常に重要になっております。第7位は三好元長のご子息たちです。一人目は元長の長男三好長慶。優秀な弟たちに支えられ、日本の福王と呼ばれた戦国時代最初の天下人。二人目は元長の次男三好実久。三好家における四国方面の政務軍事を担当し、兄を支えた文化人。三人目は元長の三男熱海冬康。淡路の海賊衆熱海家の養子になり、淡路衆を率いて転戦した人事の将。最後は元長の四男曽郷一政。讃岐の曽郷家の養子になり、鬼曽郷と呼ばれ恐れられた家中随一の猛将。三好元長には5番目の息子も存在していますが、新生に登場していないので三好の兄弟は7位にランクインとなりました。第6位は織田信秀のご子息たちです。一人目は信秀の長男織田信広。側室の子のため家督は継げなかった信長の兄。幼少の徳川家康と人質交換されたことが有名。二人目は信秀の次男魔王織田信長。天下布武を掲げ全国統一に迫った三英傑の一人で、シリーズの絶対的主人公。三人目は信秀の三男織田信勝。兄信長と対立し織田家当主を名乗ったが、後に敗れ謀殺されてしまった影のプリンス。四人目は信秀の四男織田信兼。兄に従い各地を転戦し、信長亡き後は秀吉に仕え丹波貝原藩初代藩主となった武将。5人目は信秀の11男織田羅久。大阪冬の陣の際は城内で淀殿を補佐した利休七哲の一人に数えられる茶人。最後は信秀の五女お市様。近江の大名浅井長政のもとに嫁ぎ、茶々初豪の浅井三姉妹を生んだ天下一の美人。信長以外は正直強い武将はいないのですが、お市様を加えた6人が参戦しているということで、数の暴力で6位にランクインとなりました。第5位は武田信虎のご子息たちです。一人目は信虎の次男武田信玄。父を追放し16代当主となった甲斐の虎、甲斐信濃駿河などおよそ120万石の大大名。二人目は信虎の四男武田信繁。信玄からの信頼も厚く誠の副将と評されたが、川中島合戦で若くして散ってしまった名将。3人目は信虎の六男武田信門。武田24将の一人で信玄の影武者を務め、出家後は武田昇陽軒と名乗った武将。4人目は信虎の八男一条信達。武田24将の一人で畿内勢力との外交を担当、信玄から軍事面で最も信頼されていた名将。5人目は信虎の長女常慶院。信玄の姉にあたる人物で、光春同盟のために今川義元に嫁ぎ嫡男氏真を生んだ姫君。最後は信虎の三女ねね。信濃の諏訪領主諏訪頼重の施設だが、兄信玄により夫が謀殺されると辛労で倒れた悲劇の姫君。姫2人が参戦したことでなんとか織田家に競り勝った印象。ちなみに信玄のご子息たちはあと少しのところでランクインを逃しました。第4位は島津隆久のご子息たちです。一人目は隆久の長男島津義久。島津家16代当主で祖父忠義からは
三州の総大将たるの在徳、小野津から備わりと評された名将。二人目は高久の次男、鬼島津こと島津義弘。島津家17代当主で、祖父からは勇武英略をもって傑出しと評された猛将。三人目は高久の三男、島津利久。秀吉の九州征伐に徹底抗戦し、祖父からは始終の利害を察するの地形並びなくと評された智将。最後は高久の四男、島津家久。釣信瀬戦法で竜蔵寺高信を討ち取った祖父からは軍法戦術に妙を得たりと評された優勝。少数でありながらここに食い込むという猛者揃い。一人一人の平均値が圧倒的な島津四兄弟が4位にランクインしました。第3位は北条氏康のご子息たちです。一人目は氏康の次男、北条氏政。北条家最大半島を築いた4代目当主。家督譲渡後は外交軍事を自ら担当した名将。二人目は氏康の三男、北条氏輝。大石家の家督を継ぎ、外交と軍事において重要な役割を果たした文武の達人と評された名将。三人目は氏康の四男、北条氏徳。今川の人質時代に徳川家康と親交を深め、帰国後も徳川や上方との外交交渉を務めた武将。四人目は氏康の五男、北条氏国。藤田家の養子となり、家督を継ぎ、神津家方面の軍事を任された兄弟随一の武勇を誇った猛将。5人目は氏康の七男、上杉景虎。越宗同盟締結のために上杉謙信の養子となるが、後継者をめぐるお盾の乱に敗れて自害した悲運の武将。最後は氏康の娘、造春院。早川殿とも呼ばれる高尊春、三国同盟締結のために今川氏真に腰入れした姫君。かわいい。今回のランク付けかなり難しかったですが、北条を含むベスト3以降は迷わず決まりました。これにしても北条は美術強いですね。第2位は毛利元就のご子息たちです。一人目は元就の長男、毛利高元。毛利家13代当主で、後述する元春高景とともに毛利家の三本の矢と表現される人将。二人目は元就の次男、吉川元春。三陰方面軍の司令官で、高景とともに毛利の両線と呼ばれ、武をもって主家を支えた猛将。三人目は元就の三男、小早川高景。山陽方面軍の司令官で、元春とともに毛利の両線と呼ばれ、地をもって主家を支えた智将。四人目は元就の四男、小田元清。山陽方面東部の重要拠点猿掛城を守備した毛利家の年寄筆頭で、温厚な性格の名将。5人目は元就の八男、毛利元康。文禄慶長の役では朝鮮に出陣し、関ヶ原の戦いでは大津城を攻め落とす活躍を見せた武将。最後は元就の九男、小早川秀兼。兄高景の養子となり、文禄慶長の役で活躍した容姿端麗で勇猛双剣と評されたキリシタン武将。まさかの姫武将なしで6人も集まりました。毛利家の兄弟が文句なしで2位を獲得です。ここまで発表すれば1位はあの兄弟たちしかいませんね。第1位は徳川家康のご子息たちです。1人目は家康の長男、松平信康。元服時に信長から返機を受けて信康と名乗った、徳川の世でも見てみたかった猛将。2人目は家康の次男、結城秀康。母親の身分の低さにより後継者にはなれなかった天下三名僧のお手絹を所持していた猛将。3人目は家康の三男、徳川秀忠。母は側室の西郷の局で、父からは偉大なる凡人と評された江戸幕府の第二代将軍。4人目は家康の四男、松平忠義。関ヶ原の戦いで初陣を飾り、手傷を負いながらも島津豊久を討ち取ったとされる猛将。5人目は家康の六男、松平忠輝。63万石を領していたが、家康没後に秀忠から改易させられた92歳まで生きた長命武将。6人目は家康の九男、徳川義直。大阪冬の陣が初陣で柳生俊義から新影流の送電を受け、豪と評された御三家尾張徳川家の僧。7人目は家康の十男、徳川頼信。こちらも大阪冬の陣が初陣の決起盛んで、勇と評された御三家紀州徳川家の祖。8人目は家康の11男、徳川頼房。黄門様水戸光圀の父で、幼少より才気あふれ、才と評された御三家水戸徳川家の祖。最後は家康の次女、徳姫です。北条氏直に嫁ぎ二女を産み、氏直没後に池田輝政に嫁ぎ五男二女を設けた子沢山母ちゃん。活躍するのは終盤シナリオになりますが、ぶっちぎりの圧倒的な戦力、徳川家康のご子息たちが最強兄弟ランキングを制しました。
いかがでしたでしょうか。信長の野望新世最強兄弟ランキング、今回のランキングは本当に難しかったですね。こうしてみると最強兄弟の親父たちもまた有能な武将ですね。一門衆が有能ならおのずと家臣団が強力になるので、当然ちゃ当然ですね。今回の動画もあくまでもムーンスケ調べであり、独断と偏見多用しておりますので、ご意見ご感想コメントでどしどしお願いいたします。次回のランキング動画は周りから狙われるおやつ大名ランキングを予定しております。そちらの動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムーンスケでした。アリアスー。